おはようございます。2024年5月7日火曜日の朝です。今日の体重は 65.90 でした。体脂肪率は 37.3% です。おはよう、ハビラチョ。今日の天気はちょっとね、曇ってますね。雨も降ってきそうな感じもして、降ってたのかなな感じがしておりますけれども、今日はですね、午後から、自宅サロンの方にご予約いただいております。で、その後もですね、ちょっと予定が入ってたりしていますので、いろいろね、やっていきたいと思いますよ。午前中はお掃除したり、洗濯したり、いろいろしたいと思います。まずは、さゆ飲みます。今日の朝ごはんです。今日、旦那さん用意しといてくれました。目玉焼き、ナス、チーズ、パン、ヨーグルトの上にブルーベリージャムを乗っけて食べます。今日のお昼ご飯です。今日は三色丼にしました。ピーマンとチョコを炒めたやつ、ひき肉と生姜を炒めたやつ、舞茸を焼いたやつ、いり卵にごまたっぷり乗っけて食べます。はい、じゃあ今日もですね、施術させていただきました。ありがとうございました。ということで、これからちょっとお出かけする準備をします。エリコロの動画、今ちょっと前です。今度はですね、これからちょっと雨は降ってるんですけれども、お花の苗をね、買いに行こうと思います。で、ナナさんとマヤさんとですね、待ち合わせしておりますので、行きたいと思います。行ってきます。花の松浦さん、着いたー。じゃあ行きます。マヤさん発見、よろしくお願いします。ナナさんもこちら花の松浦さん、とってもたくさんのお花や植物、苗がいっぱいあります。そしてとっても生き生きした苗がたくさんあるので、とっても有名です。66円、123円など値段もリーズナブルで、とっても人気でございます。そして今回、ナナさんはマヤさんにお寺に植える植物たちのレクチャーを受けながらお買い物をしているところでございます。私もとても勉強になります。帰ってきましたよ。うわ、雨もすごいし、寒いし、暗いし、まだ中あります。今日の夜ご飯です。今日は何か全然買い物に行ってないので、何にもないので、きつね鍋うどんがあったので食べます。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということでですね、もう急に寒くなりましたよ。本当に雨降ってるから余計なんですけれども、今日で気温多分ね、12、3度、4度くらいしか上がってないはずで、ゴールデンウィークの前半が結構天気良くて暖かくって、で、ま、昨日はね、最終日、6日の日は、ちょっとね、天気ちょっと崩れちゃいましたけれども、それまでが結構天気良かったので、なんか急に、せっかくもう春っぽくなってきて、もうね、テンションも上がって、気持ちも上がって、ワクワクしてきたところに、また急にこんな寒くなっちゃってね。まあ、北海道あるあるではあるんですけれども。ねえ、でも、ちょっと暖かくなってってほしいなって感じしますよね。そう。そして今日はですね、午前中のうちはずっとお洗濯したりとかお掃除とかをしてて、午後からご予約前からいただいていましてですね、マッサージ、トリートメントさせていただきました。で、今日ね、なんか肩甲骨周りがね、バキバキだっていうことで、念入りに、いつもはね、ソファーでヘッドマッサージとかやるんですけれども、今回は、ちょっとうつ伏せになっていただいて、ベッドの方で背中をね、重点的にやったりとかしてですね、だいぶほぐれて
イラクチになってたらいいなって思いながらね、もう私ね、施術すると自分もすごいリラックスしちゃって、すごいかあの元気になっちゃうんですよね。なんか疲れが溜まるというよりはね、逆に元気になっちゃうタイプなんですけれどもね、今日もあの楽しく施術させていただいて、なんかね気持ちよくなっていただいたらいいなって思いながらやって帰って行っていただきました。はい、そんな感じでした。で、その後はですね、これもまあ約束してたというか声かけてもらってたんですけれども、花の松浦さんっていうところに行ってきました。場所が、私北海道安平町に住んでいて、隣町の由仁町で、もうね安平町のすぐ隣の由仁町って感じ、あの川端っていうところがあるんですけどね、そこにあの花の松浦さんがあって、あの本当ね、この辺の界隈とか、あと札幌の方からもね結構人気の苗屋さんになっていてですね、で私ねこのエリコロンのダイエット日記でも何回か行っててご紹介もしてるんですけれども、去年2023年は本当にまあたびたび言ってますけれども、忙しすぎて何もできなくって、苗もね買いに行ってないんですよね。そうなんですけど、その前の年とその前の年、21年22年は花の松浦さんに行って苗買って、あのエリコロファームのお野菜とかね植えたりとか、なんかハーブ買ってきたりお花買ってきたりとかして植えてはいたんですけどね。そう、そんな感じで今日はあの奈々さん、お寺のね、あのご近所のお世話になっている安龍寺っていうお寺の奈々さん、お友達なんですけれども、でね、その安龍寺さんのね、道の前の道のところにすごい結構大きめの花壇があって、毎年ねすごいいっぱいお花植えてすごく綺麗にしてるんですよね。で今回もそこね何か植えるっていうことで、ナナさんがマヤさんにね、あの植物マニアでもありまして、一人農業もやってたりとか、もともとね大学の園芸学部出てる方なのですごく詳しくって、でお勉強もね他にもいろいろされてるから、お花のこととかあの植物のことすごく詳しいんですよね。さ、それであの相談しながら苗ね今回は選んでみるっていう、見るんだって聞いて、え私も行きたいなって言って、ちょっとね一緒に紛れて参加させていただいたきました。で本当は今日ももう苗買ってっちゃおうかなと思ったんですけれども、今日はちょっととりあえず下見しようと思って、でマヤさんにもしわかんないこととかあったら聞きながらね、なんかちょっと選べたらいいなと思って、それで行ってきました。で、ナナさん、あのその後ねちょっと急ぎの用事が急遽入ったのであんまり時間がなくって、ナナさんもねあの1時間くらいかな、3人でいろいろ見て、いろんなお話聞いてすごい勉強になったんですけど、その後はあのちょっとねお出かけするからっていうことで、奈々さん先に帰って、で私まやさんと2人であの自分が気になってたハーブのところ行って、でちょっとねあのこれは育てやすいのかとか、あとこの種類とこの種類は何が違うのかとか、ちょっとそういうねあの話を聞いたりアドバイスいただいたりとかしながらですね、ちょっといろいろ選びました。でもし時間があれば明日あの本番ということでお金を握りしめてまた松浦さんの方に買いに行きたいなとかっていうのも考えてるんですけど、ちょっとねまだ未定ではあるんですけど、行けたら行こうかなって思っているところでございます。はい、そんな感じでした。でもね本当ねあの松浦さんはもうあのすごい種類だし、あの生き生きしてるんですよ、苗一つ一つがね、すごいなんかこうあのよくねもう残念な感じになっちゃってないとか売ってるとこもあの時々ですけどねあると思うんですけども、ね、松浦さんはすっごい生き生きとしてて、なおかつすごくねリーズナブルなんです。66円と132円だったかな、それと一番高くて、なんかでもすごい変わった、なかなかねあのお目にかかれないよね変わったやつとかは230円くらいだったかなっていうのもあるんですけども、ほぼ66円って感じですごいいっぱいあるからね、
もうね、すごいいろいろ欲しくなっちゃうんです。なんですけどね、私はね、そこまでね、上手に植えられないからね、ちょっとずつ、ちょっとずつ自分でもね、考えながらね、少しずつ、お庭の方も整えてやって、豪華にしていきたいなっていうのは考えてるのでですね、とりあえずはちょっとね、いっぺんにはね、ちょっと殺してしまう可能性もあるので、ね、せっかく買った植物がかわいそうなことになってしまうこともあるので、なのでね、ちょっとちゃんと考えながら買ってこようかなと思っております。今年はちょっとね、ハーブを多めに植える予定でございます。ね、どうせ買うなら、なんか私も貧乏症なところがあって、どうせ買うなら、なんか宿根草っていうんですか？なんかもうずっといつも、もう一回植えたらずっと咲いてくれたりとか、何年も何年も咲いてくれたりとかするのがいいなぁって手間かかんなそうだしなとかって思うんですけれども、ただね、北海道は冬がありますから、越冬をね、できるできないっていうのが結構大きかったりとかするのでですね、ちょっとその辺もまやさんに今日もね、聞きながら、いろいろ見てたのですごい楽しかったですよ。はい、そんな感じでございました。で、今日ね、今日っていうか、もうここ何日間かなんですけど、ほんとね、喘息です。喘息、喉とか痛いわけじゃなくて、もうね、ここになんか引っかかってるものがある感じで、で、息もちょっと浅くてザラザラしてる感じがすっごくするんですよね。もうすっごい嫌だね、ほんとにね。なんか体質、食べ物最近あんまり良くなかったっていうのもあって、免疫力落ちて出てるのもあるのかもしれないけどね。なんか、ちょっとね、イガイガーってしてるけどね、早く治ればいいなと思いながら、あんまり気にしすぎてもあれかなと思って、ちょっとね、出ちゃってしょうがないけど、でもね、風邪じゃないのに咳出るから、なんか、周りの人にもね、嫌な思いさせるよなとか思いながらね、早く治んないかなと思ったりしてます。あまりにもね、ひどいようだったらちょっと病院行ってきてもいいかなと思います。最近もうずっとね、喘息たまに急遽出たりして、それでシューって吸うやつで、ね、何回か分のやつとかもらってやったりもしてたんですけど、最近もずっとやってなかったから、一回ちょっと行ってきてもいいのかなと思ったりもしてますけどね。はい、そんな感じでございました。あとは何かあったかな。そう、そんな感じですね。それじゃあもう今日はなんかねそうだね、なんかなんだっけ、なんか言おうとしてることあったんだけど、すっごい忘れちゃった。思い出したら明日また言いますね。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしときたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。またねー。